ね、かまぼこって言えばこの板かまぼこですよね。紅白の最高の楽しみ方を今日しちゃいましたね。鈴廣かまぼこさんの。日本っていう国は島国なので、はい、あの海に面しています。なので、うんうん、いろんな魚が日本各地で取れてくるんですけれども、はい、でもそういった関係であのかまぼこって日本全国こんなに種類があるんですよね。おお、北から南へ、はい、仙台ですと笹かまなんか有名ですよね。小田原もちろん板かまぼこが有名ですけれども、はい、南の方に行くとちょっと山が低い板かまぼこがあったりですとか、南の方に行くとあの揚げかまぼこが主流になってきます。取れる魚がいろいろなのでその魚に合った製法で作ることで、うん、美味しいかまぼこができますので、うん、これだけの種類があるんですよね。で小田原ですと相模湾が近くて、うん、お魚が豊富に取れました。そのお魚がこう弾力が出るようなお魚で、うんうんうん、でプリッとした弾力の出る板かまぼこが作られるようになったりですね、うんうんうん、なるほど。じゃあかまぼこ、板かまぼこってなると、はい、小田原なんですか？そうですね、はい、あの扇形で弾力の強いかまぼこに関しては小田原のかまぼこです、ね、さあ小田原のかまぼこなんですか？はいはい、そうです、そうです。あ、それ全然知れなかったです。そうなんですね。なるほど、はい、そうなんです、そうなんです、ね、かまぼこって言えばこの板かまぼこですよね。紅白の それが小田原なんだ。小田原発祥である小田原のかまぼこなんだ、うん、そうなんです。へえ、こんな歴史が長い食品ですので、この食品をずっと後世にも伝えていけるように弊社ではいろいろ取り組みたいなと思っておる次第ですね、うんうんうん、お邪魔します。お邪魔します。このようにご贈答品を選んでいただけたり、職人手作りのかまぼこを中心にご覧いただけるようになっております。こちらも手作りのかまぼこのオードブルでございます。わー、おいしそう。先ほどの工場の中で作っているでございます。あの皆さんが作られているということですか？そうですね、はい、すごいな、こんなにいっぱい種類があってこんなに作ってるんだ。すり身っていろんな形に作り変えることができるので、うん、こういう形のものもできるんですね。なるほど。先ほど見てたやつですね。すごいね。これはあのとっておきの時に。本当ですね。あ、すごい。切るとあんな模様が。そうなんです。模様が。はい、今あの和のしつらえで合わせて展開してますけど、洋風のシーンでも使いやすくて、うん、で白身魚がメインで作ってますので、うん、あのスパークリングワインとか白ワインとかそういうものにも合うので、そういうパーティーシーンでも買っていただきやすい商品ですね。綺麗、ありがとうございます。こちらも手作りの細工かまぼこなども、はい、展開しています。可愛らしい、はい、あ、おひな様、うん、はい、これもかまぼこでできてるんです。可愛い、全部かまぼこでお作りしてます、ね、食べるの躊躇しちゃいそう。可愛い、ね、よくできてるね。贈答にまたいいね、はい、そうですね、すごく、うん、ありがとうございます。これはすごく食いつきですよ、はい、お子さんのあの着色料なども全部天然の素材で、うん、ほうれん草だったりとか、はい、かぼちゃ、にんじん、野菜等々でつけてますので、栄養がある、お子様にも安心して召し上がっていただける素材になってますね。こちらはあの小田原箱根の美味しいものをどんどん紹介したいっていうコンセプトでやらせていただいてますので、板かまぼこを中心に、まあ、こういった、お魚のすり身と旬の野菜を合わせて揚げたものだったりですとか、奥は干物、あ、干物とか、はい、あったり、和洋のカフェがあったり、うんうん、奥側で寄せ木細工などを中心にした雑貨物も販売させていただいております。かまぼこだけじゃないんだ。古今、特上、近上、古今は、うん、お、もう全て職人さん手作り、はい、こちら工場、はい、いただいちゃいましょう。いいですよ、かまぼこに合うように作られているビールは、はーい、そうなんだ、合うように作られている。あ、キリとしてるのに味がある。すごい、あ、美味しい。
では一口ずつ。あ、はい、違いが後で分かりやすいです。もうすごいもちもちプチプチして美味しいですよ。小田原かまぼこの特徴はしっかり捉えたかまぼこになります、ね、なるほど。じゃあ特上、はい、うん、甘い。最後職人さん、はい、うん、味がどん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 増してくる感じ。あ、違いますね。そうなんです。あの食感と香りが特に違うかなっていうふうに思うんですけど、 なんだろうな、なんかね、料理されたもんなんに近いんですよ。あ職人が作ると層のように重ねていくので、はいはい、弾力にリズムがあるというか表情があるというか、はい、とこう歯ごたえに変化があると思うんです、はい、そうですね。すごい広がりが進めていくにあたり広がりが全然違う、うん、全然そのね調理されてるんですよこっちの方が。なるほど。魚を食べてる感がどんどん強くなっていくと思うんです、うん、そう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 。金城からあの特上コーンになるにつれてこのあたりが違いになってきますね。あ、面白いですねこれ。全然違う。最高の楽しみ方を今日しちゃいましたね。鈴廣かまぼこさんの。はい、はってなってる。はってなってますよ。見えるかな。あ、なってるなってる、はい、は丸、は丸、はできてます。はい、は丸、はい、ありがとうございます。出来上がりましたかまぼこ、はい、ホクホクでしたね。なんか汗かいてましたね。ホクホクでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。あの最初に清水さんに正しいかまぼこって言っていただいたんですけど、正しいかまぼこがよくわかりました。言っていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。機械と職人さんで。あんなに違うんですね。そうですね、はい、はい、職人が丹精込めて作らせていただいてて、はい、その作り方を機械に反映させて、はい、まあ、機械作りでも美味しくかまぼこを召し上がっていただけるようにこの美味しさを広く伝えていけたらなと思っております。はい、今後もよろしくお願いします。はい、いや良かったです。面白かったですね、はい、ありがとうございます。小田原来たら来た方がいいですね。ぜひお勧めしたいですね。お待ちしてます。最後に清水さんにとっての小田原か清水さんにとってのかまぼこでもいい、小田原かまぼこでもいいですけど、小田原かまぼこ、小田原にはなくてはならないものですね、うん、もう小田原って言ったらかまぼこっていうのは広くなかなか伝わってない部分があるのでそれを伝えていけるようにしなきゃっていうのが使命に感じてます。なるほど、はい、素晴らしい、素晴らしい。そのお役にちょっとでも立てたんでしょうか。でしょうか。私は、はい、立っていただきました。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また遊びに来ます。はい、ぜひ、はい、ありがとうございました。お邪魔しました。またぜひお子様も一緒にそうです、ね、いらしてください。